コンポよ、マイマイだよ。はい、ということで今回はですね、オタク女子の普段持ち歩いてるメイクポーチの中身紹介をしていきたいなと思います。イエーイ。はい、ということでね、普段はオタ活してる私なんですけれども、普通に女の子なのでメイクもするので、はい、持ち歩いてるメイクポーチがあります。はい、ということで紹介していきます。じゃーん。はい、ね、なんでこんなポーチに入れてるんだと思う人もいると思うんですけども、ここも見て、バキバキよここもバキバキよ。そう思うと思うんです。これ100均で買ったんですけど、もともとはまあチマアイドル活動もしてて、チキとかペンとかを入れる用のケースにしてたんですけど、今そのケースが変わったんですよね。普段持ち歩いてるのを紹介しますね。はい、じゃあまずこちら、ロム&のリップ、こちらも大切で、フェイスパウダー、イネスフリーの鏡、そう鏡、これはメンバーのサクさんからもらいました。そしてビューラー、そしてじゃん、これはアイライナーですね、アイライナー。そしてこれすごいすごい、ちょっと1本売れちゃってるんですけど、リボンの騎士って知ってますか？あの手塚治虫さんの有名なね、リボンの騎士っていう漫画があると思うんですけど、それの少女漫画バージョンの、そうリボンの騎士のやつがあって、そうそうそう、それのね付録を、仲良しの付録だったっけな。でこれはリップ、さっきのリップとは違って、なんかこういう何固形リップなんですけど、これもめっちゃ使う、そうどっちか使うって感じかな、場合によって。でこう、これなんていうの目薬だ目薬で、あ、コンシーラー、そしてコンタクトケース、そしてあ、頭のこれ挟むやつ、こう挟むやつ、あ、これシナモンで挟むやつで、眉ペンシルですそう、意外と結構でも入ってたかもしれない、もっと入ってないと思ってた意外と入ってましたね。はい、こんな感じでございますね。やっぱね、オタ活とかねしに行っててね、メイクが崩れてるとね気になりますから、写真撮ったりもしますし、ね、少しはこうね美容とかにも気をつけて推し活できたらなと思って日々頑張っております。はい、ということでね、他の動画ではね、いろいろオタ活したりだとか、アニメについて語ったりだとか、グッズ開封したりとかね、いう動画もいっぱいあったりとかしますので、よかったらぜひ皆さん見てみてください。バイバーイ。